おいで皆さん来とくれ、僕は悲しい受験生、地獄のような毎日をどうか皆さん来とくれ。朝は眠いのに起こされて、朝飯食べずに学校へ、1時間目が終わったら無心に弁当を食べてるよ。友達に勉強してるかと聞かれたら、全然してないよと答えとき、相手に油断を与えておいて、その間にせっせと勉強する。テストが終わっても自信なげに、全然ダメだと答えとき、相手に優越感与えておいて、後でショックを与えるよ。母ちゃんも僕を激励する。一流大学入らねば、私は近所の皆さんに合わせる顔がないのよ。別に志望はないけれど、とにかくどこかへ入りたい。法学部、文学部、すべての学部を受けるんだ。どこかの大学入るまで、恋はやめよう、我慢しよう。花も盛りの18歳よ、一人寂しく生きるんだ。一生懸命勉強して、どこかの大学入ったら、麻雀パチンコ遊びずくめで、覚えたことは忘れるよ。僕自身が高校3年生で受験勉強していて、新宿西口でフォークゲリラを、自分何歌っていいのか分からなくなって、なんかそういうセックスの問題を取り上げようっていうことで、1回のライブで5人10人の人しか来てくれないとしても、絵空事でもなく綺麗事でもなく、無心に弁当を食べてるよ。ちょうど小学校の終わりぐらいからアメリカのカントリー&ウェスタン音楽っていうのに興味を持ちまして、でその頃まだ60年代の初めから中頃だったので、日本の洋楽っていうとそういうカントリーミュージックとかハワイアンとか、そういう音楽が結構ポピュラーだったんですよね。でそれで僕はカントリーなんかに憧れて、ハンク・ウィリアムスとか、そういう当時のすごく人気のあった人の歌を聴いてたんですけども。